水沢温泉から50分歩き、登山口に到着しました。今日は秋田駒ヶ岳へ登ります。秋田駒ヶ岳山頂に到着しました。標高は 1637.3 メートルです。秋田駒ヶ岳山頂からの眺めです。阿弥陀池から秋田駒ヶ岳を眺めています。横岳山頂からの眺めです。焼森山頂からの眺めです。湯森山山頂から秋田駒ヶ岳を眺めています。久万三平に到着しました。ザル森山山頂に到着しました。標高は 1541 メートルです。岩手山と八幡平が見えます。乳頭山山頂に到着しました。標高は 1477.5 メートルです。乳頭山山頂からの眺めです。乳頭山が見えます。田代台に到着しました。乳頭温泉まで歩き、今日の山歩きを終了します。